ちは、宮脇です。ジャムセッション定番曲にチャレンジ第3弾。今回はですね、4C の一つに数えられている、定番中の定番、カメレオンという曲を取り上げてみたいと思います。このカメレオンという曲は非常にシンプルな構成になっていまして、出てくるコードは Bb7 と Eb79 のなんと2つしかないんですね。そして定番曲の例に漏れず、最後のところでですね、はい、こういうフレーズの全員ユニゾンという箇所があります。今回もですね、使っているアンプはこのポジティブグリッドのスパークミニ、そしてサウンドをですねクラウドにアップしています。ミヤジャムクランチソロ3ということって、こういうサウンドになってますね。するときはこうディレイを入れてる感じですね、はい、こんな感じですかね。はい、それでは早速やっていきたいと思うんですが、まず最初リフですが、これはですねベーシストが、はい、6弦を3、4、5、6と B フラットに行くように弾いて、あと4弦で A フラット、B フラット6フレ8フレ、この組み合わせ。そして次に、5弦の3、4、5、6で、次がですねこんな感じですね、4弦の8とそして、3弦の6フレット。はい、では、メトロノームを今回もですねスパークのアプリの中のメトロノームから使っていきたいと思うんですが、はい、ありました、メトロノーム、一応これで練習しましょうか。それでは行きますね。1、2、1、2。次に A メロにチャレンジしてみたいと思います。 A メロはですねもうとにかく B フラットマイナーペンタをベタに弾くっていう感じになってます。ではまずは B フラットマイナーペンタのポジションなんですが、ここですね、はい、この6弦ルートの B フラットマイナーペンタのポジション上で弾いていく形になります。はい、では A メロを弾くにあたり、気分を上げるためにバッキングトラックを使ってみたいと思います。先日僕が YouTube に上げておいたバッキングトラック、これをですねスパークのアプリで呼び出してみたいと思います。はい、ここにありますね、カメレオンバッキングトラックフォワードで、これをアップします。極まりないっていう感じですね。はい、では次に B メロにチャレンジしていきたいと思います。はい、では B メロなんですが、ってなるんですが、この最初のこれをですね僕はこう弾いて、はい、ちょっとスライドを入れてなんか雰囲気を、出してる感じですね。ぜひこれでお願いしたいと思います。ここがジョイントフレーズといってね、はい、山形県では、ホッチキスのことをジョイントというらしいんですが、なんせここ3、4、5弦とこうちょっと引き分ける感じになって、ここはちょっと難しいなと思いますが、ではメトロノームと一緒にまずは練習してみたいと思いますね。Thank you.
それではオケに合わせて一緒に弾いてみましょう。ですね、このフレーズ、はい、このフレーズを3回弾いて、この3回目で全員ユニゾンとなるわけなんですね。拍をですね、こう数えるといいと思います。3、4、1、2、3、4、1、2、3、はい、こんな感じですね。ここでですね、一応イントロのとこからベースをなぞって、そして A メロ、そして B メロで最後ユニゾンするとこまでやってみたいと思います。それでは次にいよいよアドリブチャレンジタイムに入っていきたいと思います。はい、お待ちかねアドリブタイムでございます。まずはですね、 B フラットマイナーのキーということで、スライドリポジションのですね、予言から始まるところ、ここをですね16分音符でファッと弾いて、そして戻ってくる、この練習をしてみたいと思います。には頭から始めずに一拍休むっていう、そこの変化ですね。それではまずはメトロノームでちょっとゆっくり弾いてみたいと思います。はい、それではバッキングトラックに合わせて一緒に弾いてみちゃいましょう。プラクティス3はですね、尺子定規に一拍につき4個っていう風なはめ方ではなくて、6個という単位、はい、で最後あると、こういう風に6個のパターンを16分音符に乗せていくので、ちょっとこうずれたような感じがあってスリリングに聞こえる、こういう風な作りになっています。それではまずはゆっくりしたテンポから一緒に弾いてみましょう。
トラックに合わせて一緒に弾いてみてください。プラクティス4に行ってみたいと思うんですが、さあここから一つポイントはペンタトニックだけではなくて、ドリアンスケールというものを用いるということなんですね。この B フラットマイナー7と E フラット9、この両方を満たすスケールというのは B フラットドリアンスケールというのがあるんですが、これはまあ今回はあまり深くそれほど考えずにですね、 B フラットマイナーにまあ9th 13th という音になるんですが、ここに示してあるように、あ、こうやって音が増えてんだなと。でこれで弾くとなんか分かってる感が出てくるみたいなこう感じっていうんですかね。それではバッキングトラックに合わせて弾いてみたいと思います。最後ですね、プラクティス5になりますが、これはですね、もう B フラットマイナーのこのペンタ主体で歌ってる時に C マイナーペンタというですね、なんで1音高いペンタを使えるのかっていうことになるんですけれども、 B フラットドリアンスケールってさっき取り上げましたが、この B フラットのドリアンスケールですね、この中にですね、実はもう C マイナーペンタがいるんですね。それでは練習していきたいと思います。それでは桶に合わせて弾いてみたいと思います。アドリブのコール&レスポンスというか、掛け合いタイムになります。2小節僕が弾いたらですね、2小節弾いてくださいという感じで、もうそれはマイナーペンタでもドリアンでも構いません。僕もちょっと違うのを弾いたりしようかなと思いますが、まだ今のところ弾いてからっていう感じで、やってみたいと思います。それではバッキングトラックを鳴らしながらやってみましょう。
次はですね、4小節ごとっていう感じでやってみましょうか。それでは最後に僕はこのコード進行に合わせてですね、なんとなくこうアドリブを取ってみたいと思います。まあ、どんな風に取るのか、それは弾きながらいろいろなんかこう考えてというかなんかこう、まあ、雰囲気ですが、僕こう弾いていて大体2拍ぐらい先にメロディーの感じが浮かんでいて、それが指を置こうとするときにそれはナインスなんだなというところで指を置いていく。まああえて言うとなんかそんな感じなのかもしれないですね。はい、というわけで最後弾いてみたいと思います。ありがとうございました。